自分はネットは主にパソコンで行い、メモやスケジュール管理、あるいは写真などは今でも、ガラケー、を使ってる。スマートフォンはそれらの補助的な立場だ。電話は、ここ。便利ではある。ネットの作品を見る上でどこでもスマホなら視聴可能だ。そこから、様々な情報へアクセスもできるがそこで、無理、が出たらパソコンなどを利用する。普通、何の問題もないそれは、極論家の意識にとっては、なぜそんな無駄なことを？か。ともかくそれらは、共有するプロトコルで、データのやり取りはできる。それぞれの得意不得意を補う感じ、それらの主だった機能に特に差がなくても、だ。この先を目指すべきか？なんとなく懐疑的な視線はする。あるいはそれら三つの間にあるものは何か？だ。それは擬人化しうるものか、ともかく実在するのか、それは何？